ほぼ毎日チャレンジの連続というのが正直な感想です。あえてじゃあ一番チャレンジングなところがどこだったかを挙げるとすればですね、ジョブズのようなリーダーになるためには、私が思うにですね、情熱、パッションという言葉を私掲げてますけれども、パッション、情熱を持つというのは持とうと思ってすぐ持てるというものではない。どんなテーマにかかっている時に自分はワクワクするんだろうな、こういった感覚を研ぎ澄ましてですね、なんか20代過ごしていただくと、あ、自分はこっちなんだなっていうのがなんか見えてくるタイミングがあるんだと思うんですね。世界を変えるとは、ある種のこの自己肯定感を持てるであるとか、こういったものがですね、やっぱり一人でも多くの方々により長い時間を持っていただけるような、そういった環境をどういうふうに作っていけるのか、利益を上げるためのマシンではなくて、働きがい、生きがいを感じれて、自己肯定感あるいは幸福感を持ちながら、一人でも多くの人が生活していけると、こういったような、ことに貢献できることが、世の中を変えていく非常に大きな方向感なのかなというふうに思っています。なるほど。